それでは引き続き講師展示室をご紹介します。講師展示室では國學院大學の経営母体であった弘典講究所の創立から現在の國學院大学に至るまでの歴史を展示しています。第2回の今回は國學院大学とはどのような大学であるのかを知るための良き資料として国湯と國學院設立収書を中心にご紹介します。國學院は弘典講究所を母体として設立された國学の学校です。國学とは古事記、日本書紀、万葉集などの古典を研究することで日本の根本を究明しようとした学問です。國學院の経営母体であった弘典講究所は明治15年1882年に創立されました。弘典講究所は古典研究あるいは古典教育と新職養成を主たる目的とする機関です。この弘典講究所の創立には多くの国学者が関わりました。この弘典講究所を母体として1890年に設立されたのが國學院です。國學院は大正9年に大学令による大学に昇格し、また大正12年には発祥の地である飯田町、現在の東京都千代田区飯田橋から現在の渋谷キャンパスのある渋谷の地に移転してきました。昭和21年に弘典講究所が解散して以降は学校法人國學院大学の設置する大学として現在に至っています。明治15年11月4日に催された弘典講究所の開校式においては初代総裁に就任された有栖川宮高仁親王より国湯を賜っています。国湯にはおよそ学問の道は元を立つるより大なるはなし、故に国体を公明してもって立国の基礎を固くし、特性を寛容してもって人生の本分を尽くすは百姓飼うべからざる天則なりとの精神が示されました。つまり日本の国柄を明らかにし、道徳道義心を備えた人柄を養い勤しむことで伝統文化に基づく日本の根本を究明することが学問の道において最も重要であることが示されています。現在國學院大学では建学の精神を神道精神と称しています。この国湯は建学の精神の基礎をなすものとして現在においても研究教育活動の指針として継承され続けています。なお弘典講究所の開校式が催された11月4日は現在國學院大学の創立記念日として定められています。続いて弘典講究所を母体として設立された國學院の学問についてご紹介します。國學院の設立には弘典講究所の初代所長に就任した山田昭雄氏が尽力しました。司法大臣であった山田昭雄氏は憲法発布、議会開設に伴う立憲政治の運用には日本文化に基づく国家成立のゆえんや歴史を明らかにすることが必要であるとの認識に立ち、弘典講究所の拡張に乗り出しました。その拡張事業の最たるものが國學院の設立です。國学院の設立に先立っては山田昭雄氏の発意により作成された國學院設立収書が公示されています。この収書には国史、国文、国法を講究し海外百科の学も網羅研修して知育と特育とを合わせ行うことが設立の趣旨であると謳われています。本学は弘典講究所國學院の設立以来一貫して国湯と國学院設立収書に示された精神に基づき研究教育活動を行ってまいりました。そしてその中で多くの人材を社会に輩出してきています。この他に講師展示室では本学で教鞭を取られた先生方の研究資料なども展示しております。
国文学者、民族学者として著名な折口信夫の別荘の書斎なども再現しています。今回は國學院大學の歴史について、国有と國學院設立主義書を中心にご紹介しました。次回は高天高級書の初代総裁であられた有栖川宮隆仁親王とのゆかりにより本学が所蔵している有栖川宮家、高松宮家ゆかりの品々についてご紹介します。ぜひご覧ください。